さんこんにちは、うちなアタクチャンネルです。今回はこちら那覇バスターミナルからアメリカンビレッジの方へ向かいたいと思っております。今日の撮影日はもう11月の下旬なのですが、今回はアメリカンビレッジの普通の昼間の様子に加えてイルミネーションの様子もお伝えしようと思っております。あと今日は曇りなので見れるか分かりませんが、ビーチからの夕日ももし撮れたら撮影しようと思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは早速バス停の方へ向かいたいと思います。今回はこちら3番乗り場から28番というバスでアメリカンビレッジまで向かいます。3番乗り場以外からも11番乗り場など結構いろいろな乗り場からバスでアメリカンビレッジまでは行けます。アメリカンビレッジから一番近いフワエというバス停に到着いたしました。こちらのバス停降りてこの A&W という沖縄のハンバーガー屋さんの目印にまっすぐ進んでいくと右手に観覧車が見えますので、こちらの方向に進んでいけばアメリカンビレッジに行くことができます。クワエというバス停からもう歩いて本当に5分わからないくらいでアメリカンビレッジ見えてまいりました。ただちょっと観覧車がちょっと工事中みたいになっていますね。ちょっと乗れるかどうか後で確認をしてみたいと思います。ちなみにアメリカンビレッジまではバスでだいたい40分ほどかかりました。アメリカンビレッジ到着でございます。本当に雰囲気のいいところとなっております。今のアメリカンビレッジはこんな感じで、なんとクリスマス仕様となっております。ただ今日は一応曇りではありますが、気温が22、3度くらいあるのでクリスマスを感じることはできません。アメリカンビレッジにはこんな感じで無料のなんかシャトルバスみたいなのがあります。で走っている時間帯が16時から21時とのことで、10分間隔で走っているみたいです。停留所がこんな感じとなっております。ではまず最初は入ってすぐのところにあるこちらの建物から探索をしていこうと思います。工事中の観覧車の様子も気になるので、そちらの様子もお届けしようと思います。こんな感じでシーサーがお出迎えをしてくれます。ご覧の通り残念ながら観覧車はメンテナンス中ということで、上にも観覧車の目の前に行くこともできないような状況となっております。入り口のところにメンテナンスの期間が書いてありましたね。下にも書いてある通り今年の12月後半頃まで
工事中とのことです。それでは続いて入り口の近くにあるこちらの信号の右手のエリアをご紹介していきたいと思います。ちなみにアメリカンビレッジにはイオンもあります。続いてはこちらを探索していきたいと思います。続いてはこちらデポットセントラルというところをご紹介していきたいと思います。こんな感じで海の駅ということで、名前がウミンチュワーフというところがあります。シャトルカーに乗れば、行くことができますので、こちらにも来てみてはいかがでしょうか。そしてウミンチュワーフの左隣には
こんな感じでシーフードハウスピア54ということで、こちらはパン屋さんになっておりますね。でこちらのパン屋さんの奥にレストランがありました。食事をすることもこちらではできるようです。でさらにウミンチュワーフの隣にはこんな感じの、こちらはバーになりますね。バーがこんな感じであります。ではせっかくなのでこちらの無料のシャトルカートに乗ってみたいと思います。シャトルカートでサンセットビーチまでやってまいりました。やっぱりオープニングの方でもお伝えしましたが、今日の天気は曇りということで残念ながら夕日を見ることはできません。また今度機会があればご紹介したいと思います。ちなみにビーチはこんな感じとなっております。すごく南国感があふれるビーチとなっております。ただいまの時刻は17時5分と、まだ明るいですが、こんな感じでライトアップがされ始めて結構綺麗になってきております。アメリカンビレッジ奥の方まで来るとこんな感じで、すごいまた南国らしい雰囲気のところがあります。こちら歩いて行ってみたいと思います。はい、ただいまの時刻は午後6時15分頃ですが、観覧車もちょっとだけですがこうやって光って結構綺麗に見えております。再度アメリカンビレッジ入り口近のところに来ております。こんな感じですごくライトアップされていてとても綺麗な感じになっております。
い、というわけでアメリカンビレッジご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ちなみにエンディングを撮っております場所はヒルトンの前となります。いや、想像以上に夜のアメリカンビレッジはイルミネーションが綺麗で、そしてクリスマスムードとなっておりました。沖縄はやっぱり暖かいので、あまりイルミネーションやクリスマスというイメージがありませんでしたが、アメリカンビレッジでは南国にいながらクリスマスを感じることができます。そして海外の方も結構多かったので、海外に行けない今、アメリカンビレッジでは海外にいるような気分になることができます。海外に行けない今、アメリカンビレッジに来て海外にいる雰囲気を味わってみるのもいかがでしょうか。アメリカンビレッジはショッピングや食事、そして雰囲気を楽しむことができます。おすすめの場所なので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。